会場の拍手が一段と大きくなりました。女子シングル1位、荒川静香選手です。ミュージカルキャッツからメモリシングルチャンピオン荒川静香選手、本当すごいですね。あのエッジが、ね、もう氷に吸い付いてますよね。うっとりと見せられました。それとね、やはりねチェンジエッジって言うんですけどね、そのエッジを変えていくとき、これがねそのスピードは速いですし正確ですしね、もう本当にあのエッジのねたった30センチの位置なんですけど、その中でもうベストポジションに常に持ってるっていう感じがしますね。本田選手、安藤選手も近くで見ていたようですね。そうですね、まあ、エキシビションになりますとね、外国の選手も含めてみんなね、他の選手がどんなの滑ってるんだろうって楽しみに出てくるんですよ。3人でどんな話をしているんでしょうかね。
競技大会では見られない笑顔ですね。そうですね。あれやった方がいいよとかこれやった方がいいよとかねアドバイスを、まあ、荒川静香さんです。女子シングル1位荒川静香選手、本当にあの全く荒さがないですよね。もう安定感という一言ですね、チャンピオンの風格がありますね。そうですね。層の厚い日本女子選手たちを引っ張っていく存在である田中選手、どうさんはどのようにご覧になってますか。うん、もう本当にね、あのもうね、シーズンごとにね、もうちゃんと自分で課題見つけてね、それを消化してくるという本当に素晴らしい選手だと思いますね。今回の大会でもまた一つ課題を見つけてさらにステップアップしていける選手なんでしょうね。そうだと思いますね。さあ再びアンコールに応えます。女子シングル1位の荒川静香選手です。あ、これクロスフットのシットスピンですね。これね、なかなか今では見ることができないスピンの一つですね。もうたくさんの技を見せてくれます。さてこのエキシビションをご覧いただいておりますが、ドラシさん、はい、今回の大会ご覧になってていかがでしたでしょうか。